ソールのログを調べたところ、ボスアバターに囚われたストレアさんを転移させようとした記録が残っていました。ただ、ボスに囚われているせいなのか、転移無効信号が返ってきていて、転移が途中でキャンセルされていました。じゃあ、あそこにいるストレアは？ストレアさんのフォローです。ストレアのフォロー。ねえねえ、さっきから二人とも暗い顔しながらこそこそ話しているけど、一体どうしたの？ユイ、ストレアにホローの説明をしても何か問題が起きたりしないか？プーは自分がホローであることを認識していましたし、大丈夫だと思います。よし、わかった。ストレア、今から言うことをよく聞いてほしいんだ。うん、いいけど。ストレア、ここがホローエリアなのはわかるか？いろんなテストをするところだよね。ホローエリアは、アインクラッドに実装する武器や敵をテストするための開発用秘匿エリアだ。そして、ホローエリアには、テストを行うためのテスター、プレイヤーのユーザーデータをコピーした AI が存在する。それは通称ホローと呼ばれていて、実は君もホロー、つまり本物のストレアのコピーなんだ。私がコピー？5層からの記憶がないというのは、そのタイミングでバックアップされていたデータからのコピーなのだと考えられます。そっか、なるほどね。それで、私が本物じゃなかったから、キリトは浮かない顔をしていたんだね。あ、いや、君が悪いわけじゃないんだ。ちょっと長くなるけど、俺たちがやろうとしていたことについて説明するよ。私を助けるためにそんなに頑張ってくれたんだね。ありがとう、ユイちゃん、キリト。だけど、どうして元の私を呼ぶために作ったテストでホローの私が来ちゃったんだろう。
確かに、それは謎だな。おそらくですが、高難度テストに最適なプレイヤーとして選ばれたストレアさんの転移がキャンセルされたため。その次に最適な存在、つまりストレアさんのユーザーデータをコピーしたホローが選ばれたのだと考えられます。なるほど。一応私も必要だと判断されたから呼ばれたんだね。でもキリトたちは振り出しに戻っちゃったわけだ。結果的にはそうなりますね。ねえ、何か私に協力できることってないのかな。ホローのストレアさんにできることですか。いや、俺たちも結構長い間考えていたけど、思いつかなかったからな。私もそっち側に行ければ本物の私を助けるために協力するんだけどな。でもホローはここから出ることができない。ホローはホローエリアから出られない。どうしたんだ、ユイ。いえ、その…何か思いついたけど言いたくない。そんな感じだよね、ユイちゃん。本当か、ユイ。頼む。思いついたことがあるなら聞かせてくれ。私からもお願い。できることがあるなら何でもいいから教えてほしいの。わかりました。したことを覚えていますか？ああ、ホローの AI をアインクラッドにアップデートしてプレイヤーのデータを消去しようとしたことだろう。その方法を応用すればオリジナルのストレアさんとホローのストレアさんのデータを入れ替えられると思います。データの入れ替え。本当にそんなことが可能なのか。私もホローエリアに関しては仮説を多少挟みますが。オリジナルのストレアさんのデータとホローのストレアさんのデータを相互に上書きするんです。
つまり二人を入れ替えるってわけか。はい、その通りです。理屈は分かったけど、でもその方法だと。私が元の私の代わりにボスに取り込まれるんだね。はい、そういうことになります。ですからこれを実行するわけには。そっか、うん、私やるよ。ストレア、だって私は MHCP だもん。キートがさっきからずっと落ち込んでいるのだってわかるんだから。本物の私に会いたいんだよね。だったら私が会わせてあげるよ。でも身代わりになってボスに取り込まれたら命の保証はないんだぞ。それは元の私だって同じだよ。だから早く助けてあげなくちゃ。私がここに呼ばれたのは、私に相応の高難度テストをやったからだって言っていたけど。本当はキリトを守るために私は呼ばれたんだと思うな。ストレア、だからキートに笑っててもらわないと私が呼ばれた意味がなくなっちゃうよ。ゆいちゃんならわかるよね、私の気持ち、 MHCP の気持ち。私も悲しいです。だからキリト、そんなに悲しそうな顔しないで。笑っている顔を私に見せてよ。それや、君のおかげで俺は大切な仲間を失わずに済む。だから本当にありがとう。キリトったら泣きながら笑っているから顔がくしゃくしゃだよ。絶対に君のことも助ける。だから少しだけ我慢してくれ。ありがとう。キリトの気持ちちゃんと伝わってきたよ。
私を助けるには具体的にどうすればいいの？はい、先ほど言った入れ替えに関してはここではない別のコンソールから行う必要があります。管理区の奥深く、パパがブーのアップデートを止めた中央管理コンソールを操作しなければなりません。管理区の地下か。じゃあ準備ができたら一緒に行こう。本物の私を呼び戻すためにね。ああ、ありがとう、ストレア。よろしく頼むよ。